川崎港は年間の出入貨物量2000万トンに達する我が国第二の工業港です。大工場がそれぞれ独自の専用埠頭を持ち、1万トン級以上の岸壁13を超える代表的な港です。しかし今なお発展の途上にあり、市営の埋め立てが完成した千鳥町にはすでに分譲を受けた11社の工場群が建設中で、ここにも立派な埠頭が作られることになっています。このほか県営の埋め立ても着々と進められ、新しい国土に大工場地帯の造成と港湾の拡充によって我が国随一の大工業港となることが約束されています。